昨日から始まったまん延防止措置で、仙台市内では、県がお墨付きを与えた認証店に限って、酒類の提供ができるようになりました。駆け込みで申し込みをする店が増えているようですが、県は申し込みから認証まで3週間程度かかるとして、理解を求めています。県のの飲食店認証制度は今年5月から始ままり、り、昨日までに点の申し込みがあり このうち85%に当たる1,634店が認証を受けています。残る15%の270店には接待を伴う店など対象外からの申し込みが一部含まれていますが、ほとんどが認証待ちの飲食店です。認証を受けるにはアクリル板の設置や客席の配置など36項目に及ぶ県,県の基準をクリアする必要があります。 県によりますと、まん延防止措置の期間中、認証店のみで酒類の提供ができると決めた先週10日以降、認証の申し込みや問い合わせが増えているということです。しかし、申し込みから認証までは全ての基準が整っている店でも3週間程度はかかるとして、県は理解を求めています。また、県は制度を設けた当初、 認証を受けた店のみで使える割増の食事券を発売するとしていましたが、感染状況の影響から販売開始の見通しは立っていないとしています。